どうもあっちゃんです、今日のあっちゃんの、デザートはさつまいものプリンです。この前ね、あっちゃんズキッチンのライブでやってたさつまいものプリンね、それまたね動画で出すけどね、ちょっとハロウィンに向けてちょっとハロウィンスイーツ的なもんで作ってるんで、またよかったらハロウィンさつまいもでプリン作ってみてください。では食べましょう。いただきます。さつまいもプリン、ちょっとね、忘れてて、作るときにね、アルミホイルで蓋しなあかんねんけど、蓋すんの忘れてるんだけど、まあ、いい感じにね、もってりしてるのね。いただきます。香りはプリンです。いただきます。おいしい。普通に滑らかなプリン。うん、ね、お芋さんがこうザラザラゴロゴロって感じで残っててね。で、さつまいもの甘みとお砂糖の甘みがちょうどいい感じで、ミルクがね、いいミルク使ってるからすごいクリーミーでね、まあ、上着たらミルクは脂肪分の多いミルクを使ってください。なっちゃんは今回大淵山だかな、いや、あっちかな、四つ葉のミルクかな使ってるけど、アメリカ水飴、うん、うつ害ないから殺したことないんだけど、かわいそうやんな。食べてる時にいや、うざいね。あんこ、今はね完全に潰しきれへんかった。だからちょっとコロコロ感が残っててね、おいしい。お芋さんはね、何やったっけな、半分のやったかな、紅はるかやったかな使ってんけど、うん、おいしい。まあ、生クリームのしも買ったんやけどね、生クリーム返ってくるなぜね。あんこをね、乗せることで和の感じが出るんでね。ね、リンゴでね、酸味を出すことでまた違った風味が出て美味しいね。こういうね、たまにはね、ほんとスイーツとか作るよ、やってなかったん、うん、キッチンチャンネルでねやるんやったらいろんなことやりたいなと思って、うん、スイーツもチャレンジしていこうと思ってね、大成功です。うん、今日はオーブンで蒸し焼きになる感じ。オーブンをね、フィンに活用するとかなりね、面白いものできてくるんでね、今回もね、ちょっといろんなね、スイーツ系なものを作っていきますね。うん、このレシピは近いうちにキッチンチャンネルであげます。いやー、なんか癒されるね、こういう優しい甘みね、和なんか洋なんか分からん、うん、ものやけどね、こういうところがいいんやと思うのよな。まあ洋も美味しいけどもね、完全に和でもなく洋でもなくっていう、
感触から言うとちょっと固いめ、チーズケーキ、ベークドチーズケーキかっぽい食感にはなってるけどね、そんな硬くないよ、まあちょっと固いめの焼きプリンって感じかな。おいしい。やっぱりね、こういう癒され系のスイーツ、違う、スイーツはね、癒されるんやね、癒され系というか、甘いものは癒しがあっていいよね。さつまいもね、さつまいもは結構こう今の時期ね、ちょうどシーズンやしね、やっぱ旬のもの、地のもの、旬のもの食べる、ええことやしね。完食しました。地のさつまいもと地の平飼い卵、関西のこっちの平飼い卵を使ってるし、でミルクも、ミルクは北海で四つ葉牛乳で、ね、な感じで、もう完全無添加でね、はい、で、まあ砂糖は使っちゃったけどね、はい、砂糖とガゼインは使ってるけど、これ豆乳でやったらね、いいし、で砂糖も蜂蜜でやってもいいし、で天才糖とかね、なんだ、きび砂糖とかでやってもいいしね、そのあたりもね、書いていても、今回はグラニュー糖使ったけどね、で、これ、梨、これも奈良県吉野の梨、いただきます、あー、おいしい、うまい、地のものでね、ご飯の後、甘いものを一品、もちろん地で採れたもの、これも最高やからね、フルーツでもいい、まあ皮むくだけでいいからね、フルーツでもいいし、もうみかん一個でもいいし、その旬のものね、いちごとかでもいいし、まあ冬はいちごだけどね、だからハウスいちごっていうのはまわちゃん好きじゃなくて、その旬にできたいちごっていうのが好き、だからまあ自分家で育てたら最高やねんけどね、こうやって作っていくっていうのがいいことやし、ご飯の後に甘いものを食べるとね、運気が上がる、これはまあ風水的なもんやねんけど、そういうね、今までやってて、あちゃん YouTube がね、右肩上がりで伸びてた頃があってね、全然底辺でしんどくって、生活も納豆1パック3人の世界からちょっと出してきて、それでも贅沢できずにね、安いもんばっかり食べとったの、ブラジル鶏食べたりね、1パック60円ぐらいの卵を食べたりね、ほんまに見切り品で買ってきたり、そんな生活しとってんけどもね、それでもやっぱり甘いもの食べようと思って、コンビニで100円のスイーツとか、60円のガリガリ君3人で食べたりとかしとって、ただ食後に甘いもの食べてるとね、右肩上がり、あっちゃん YouTube がね、宇田緑が食べられるようになって、大和ポークが食べられるようになって、大和牛が食べられるようになってね、でご飯もお米もミルキークイーン一択、卵も平飼いになって、今ちょっと低迷してね、コロナでね、だから忘れてた何か、そう、ご飯の後の甘いもの、これまだ取り入れようかなと思ってね、だからご飯の後の甘いもの、それとお酒をいっぱいたしなむ、そういうね、いっぱいたくさんじゃなく一口でいいからお酒をたしなむ、まあ、一口だと思ったんでね、一缶でいいね、そんな感じでね、いいことをしていくっていうのが大事だって、お酒ってのは神様に備えるものやからね、だから偽物の醸造アルコールはダメだよっていうのはそこでね、お酒も塩も何でも一緒、偽物はダメです、本物で、本物しかでいきましょう、だから甘いものは地で採れたスイーツ、その時期に採れたスイーツがいいね、そういうのやっていくとね、いいんじゃないのかなと思う、だからこれからあっちゃん右肩上がりで伸びてきたら、あ、そういうことやってんなと思ってもらえればと思います。ということで、このあっちゃんのご飯の音の甘いもの、ハロウィンスイーツ、さつまいものプリンと奈良の地の梨、
美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの、ハロウィンプリン、よかったよと思った方は高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。で、作り方は、あっちゃんズキッチン見てください。数日後にあげるんで。だね、バイバイ。